我らが組めば何をか恐れん。おう、派手にやってやろう。殺さねえでくれ。いたか。神に言われた通りにやってるだけだ。行くぞ。
り引け。やりましたよ。だがオールコックめがまだ見つかっておらん。厄介な護衛がついてるそうだが。ゆっくり選んでくださいよ。どうぞごひいき。怪我人が見えないのか。当たった。やるな。呪われるがいい、野蛮人め。
火付けがうまくて何よりだ。お前、何を企んでいる。これでイギリスを煽る手間が省けた。なんぼなんでも。これは上位の呪しだ。始まりの合図に過ぎない。この国の民よ、目覚めよ、目覚めよ。これじゃいいの赤鬼と変わらんぜよ。松陰先生、吉原で源氏らが一席儲けるそうじゃ。公使館の焼き打ちがうまくいったお祝いらしいぜよ。おお、おまんもそうかい。関係ないもんまで傷つけて、成功も何もないじゃろ。源氏たちは盛り上がっちょるようじゃけんど、あんなやり方で新しい国の形が切り開けるんかい。そもそも新しい日本とは何なんじゃ。わしはそういうのが苦手での。今までも思い立った通りに動いてきただけじゃき。今は考えても仕方がないぜよ。ぼーっとやればこの気分も晴れるかの。よし、わしは吉原に行くぜよ。おまんも気が向いたら来てくれ。